こんにちは、ニクです。今回は NiziU の番組出演がまたまた決まったということで、どんな番組に出るかっていうのをちょっとお話しさせていただこうと思います。ということでね、今までバツリズムに出演することが決定していたんですが、今回ねこのココナッツでまた新しい活動をすると思うんですけど、どんな番組に出るのかっていうのをちょっとお話ししていこうと思います。まず日にちはこれ一番最初なのかもしれない、もしかしたら6月28日ということで、もう10日後ぐらいですねにあるということで、バズリズムはもう7月に入ってからだったので、そう思ったらかなり前ですねの夕方5時半から5時間の生放送、NiziU が生放送らしいですよ。で、何の番組かっていうと、テレ東音楽祭に出演しますということで、テレ東音楽祭に NiziU が出演することが決定しました。今回ねこれ第1弾ということで、どんな感じとか何をするとかっていうのはまだ発表されているわけではないんですけど、もう確実にね出ることは決まったということで、もうね楽しみでしかないっていうのはもちろんなんですけど、NiziU がね6月28日もう10日後には出るということで、何をするかっていうのがねめちゃめちゃ楽しみだなっていうのは思います。はい、ということで6月28日にはもう出ることが決定したので、それ前か後にはもうどんどん番組出演するっていうのが今後出てくるんじゃないかなっていう感じなので、どこで初披露かわかんないんですけど、にしてもこれからね番組出演めちゃめちゃあることは間違いないし、しかも生放送で NiziU が見れるということでですね、もう超楽しみだし、もう私たちなんならさ、ココナッツのどんな曲をやるかも知らされてないじゃないですか。だからそういういうのももうかなりね、もうどんな感じに進んでいくんだろうなっていう感じで、はい、ちょっとこれからの動きを楽しみにしたいと思います。そんな感じで皆さんの NiziU が今回テレビ番組に出演することについての感想をちょっとコメントに書いていただけたら嬉しいです。そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それでは。